全部自分でできることがすごいことではないと、できないところは人に頼ることがすごいことだよというところですね。ただし彼にとっては当たり前だからわざわざ書いていないってだけ。そこの面って結構合格体験記とかで多いんですよね。よくありがちなんですよ。そうで、ここの泥臭い部分を知りたいんだっていう声は結構ね少なくないと思うんですよね僕。どうも皆さんこんにちは、高専プロモーションチャンネル谷美でございます。今回は対談シリーズ、編入に関してのコラボ動画になります。この人呼んでおります、高専テクノゼミ川野くん、もしもしよろしくお願いします。もしもしよろしくお願いします。いや結構このシリーズ盛況でですね、コメントだったり再生数いつもより多めになってます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで今回は九州大学ということでお話を伺えるんですか？はい、そうですね、今回は九州大学に一般合格した優也講師のお話を皆さんと一緒に見ていきたいというふうに思っております。ありがとうございます。ということでこちらの動画は画面の通りの2段階でお届けしていきたいと思います。また違った講師さんの編入体験談になるんですね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、先週高専テクノゼミの副代表をしている、藤本講師が、九州大学に推薦合格した際のお話を取り上げさせていただいたかというふうに思っています。で今回は一般合格した優也講師のお話をできたらっていうふうに思っております。でそうですね、今回の内容としては優也講師がこの3つの画面の3つのポイントについてお話をできたというふうに思っています。なぜ優也講師が九州大学を選んだか、そして九州大学の試験の内容とは、そして数学と英語の対策方法とは、この3つのポイントについてお話ができたらというふうに思っています。なんで九州大学を選んだのか、これは推薦バージョンで藤本講師流星君に聞いたと思いますけど、一般バージョンでこちらのお話が聞けるということでとても楽しみですね。それではよろしくお願いします。それでは一番最初にちょっと九州大学のお話の前に優也講師のプロフィールを皆さんと一緒に見ていきましょう。まず1つ目、在学していた高専は久留米工業高等専門学校の電気電子工学科です。で得意科目は英語、数学、電気系専門科目になります。で、TOEIC のスコア、優也講師、すごいです。820点を取っています。高専の在学時ですね。素晴らしいですね。で、趣味は、スポーツ、特にバスケ、そして競技プログラミング、プログラミングですね、と旅行っていうのが趣味のようです。そして最後に、プロフィールの最後にこちらです。高専在学時の順位ですね。1年生の頃から6位、5位、4位、3位、1位と、こう、順調に順位が上がっていることが見て取れるかと思います。久留米高専といえば、明石高専を除くと、旧帝大の進学率が、ね、2番目に高かったですかね。明石高専を除くと1番になるでしょうか。これはね、昨年度の話なんですけど、そう、久留米高専、それで有名ですね。で、今年、今年度もですね、久留米高専目指しますって言っていた中佐の皆さん、やっぱりね、皆さん合格なさった方、優秀でしたね。なんかそんなイメージを持ってる高専ですね僕は。でやっぱり得意科目も英語数学専門で、編入に出る科目ばっかりで、すごく有利な戦いだったんではないでしょうか。TOEIC もすごいですね。在学中に800点台は相当努力なさったかなと思いました。それではそうですね、ここから優也講師のお話の前にちょっと九州大学の電気情報工学科について軽く皆さんと一緒にこう見ていきたいというふうに思っています。こちら電気情報工学科、この前推薦入学の話をした流星講師も所属している学科なんですけれども、なんと九州大学の中で最も編入学が難しい学科の一つというふうに言われております。その結果、例えば他の旧帝大に合格する猛者でも、旧大の電気情報工学科は合格できないっていうようなことが、やっぱりいろんな体験記で見られました。具体的には阪大に受かったけれど、こちらの学科には旧大の電気情報工学科が落ちてしまうみたいなケースが何個か見られました。でその理由ってとこを今回皆さんと一緒に見ていけたらっていうふうに思っています。あ、本当におっしゃる通りで、僕と同じクラスだった、ほとんどずっと1位を取っていた秀才がね、学友としていたんですけど、その方でも苦戦していた学科ですね。すごく共感しました。おっしゃる通りだと思いますよ。はい、ありがとうございます。で今回このような電気情報工学科をお話しさせていただくんですけど、ちょっとその前に九大全般のお話をしていきますね。九大編入についてっていうことになります。九州大学のこちらの表を見てください。編入可能人数がそれぞれの学科、建築から始まり、機械工学まで、それぞれ学科に人数が当てはめられています。でこちら表の右側にある人数、これは推薦プラス一般試験の人数になってくるんですね。ですね、でこの推薦っていうのが旧帝大では九州大学と北海道大学でしか推薦っていうのがないので、かなり旧大は推薦に応募が殺到するんです。その結果一般試験の入学可能枠っていうのもかなり小さくなってるっていうのが旧大の特徴かなっていうふうに思います。もう2枚表をお見せしますね。こちら試験科目になっています。それぞれの学科に応じて、数学、英語、物理、科学っていうのが出ているんですけど、やっぱり科目が多いですよね。
で中にこう 米印2っていう風に書いてる ところが額があると思うんですけれども、そちらこのような今図にお見せしているようなこう建築学だったり電気回路だったりかなりこう専門的な深い深い科目っていうのを受けさせられるっていうのが九州大学の試験の特徴かっていう風に思っています。募集人員のところですね、なんか以前のコラボの時に流星君ですね、流星副代表とあどうもこんにちはって普通に話してたんですけどこんな狭い門をくぐった人だったんですね。いやすごいなって今ねちょっと想像してたのと実情とちょっとギャップがあったんで、ね、ちょっとこのジュースとかおごらないとなって思いましたね。このぐらい狭いんですね。ご紹介ありがとうございます。僕からのポイントは以上です。はい、ありがとうございます。これだけ狭いのにかつこれはもう推薦と一般合わせて2名とか6名とかですからね相当狭きもんですよ。はい、ということで、ゆうや講師の話に進んでいきましょう。ゆうや講師はなんで九州大学を選んだんでしょうか。ちょっとゆうや講師に聞いてみました。ゆうや講師はこういうふうに言ってました。僕はどの大学に行くのかよりもそこで何をするのかの方が大事だと思ってこう大学を選びましたと。でその中で、まあ、いろんなこう要因があったんですけれども、特に九州大学を選んだ理由として、まあ、僕がピックアップしたいなと思ったのはこの2つでした。まず1個目、受験科目と、自分がこれまで、受験科目と学科っていうのが、まあ、自分の興味であったり自分のスキルと合っていたっていうことが1つ。あともう1個ちょっとユニークだなっていうふうに思ったのが、まあ、実家に近くていつでも大好きなこう豚骨ラーメンを食べることができることこれが今日結構彼的には大きかったみたいで、すごく彼のパーソナリティが出てるいいエピソードだなっていうふうに思いながら聞いてました。こちらどうでしょうか。これいくつかおそらく本人から候補として川野くんが受け取ったと思うんですけど、もうちょっとなんかなかったんかいってね、突っ込みたくなりますけど豚骨ラーメンですか。いいですね、ユニークで。でプラスアルファ受験科目とね、学科が自分に合ってたっていうところいいですね。やっぱりそこで勉強すること自体がメインですからね、そういったマッチングってところ重要なのではないでしょうか。そうですね、なんかこう予約講師が言ってたのは、僕はこういう研究がしたいから九大に行くではなくて、その九大に行った先で生きる可能性が高いのかっていうところと、そこに行ったっていうの刺激があるのかみたいな、そういう観点で選んでたみたいですね。数学とか英語とか個別に入る前に、ちょっと予約講師がなんで九州大学に合格できたのかなっていうところを、ちょっと僕なりに高専テクノゼミ代表の川野なりにちょっと3つのポイントにまとめてみました。まず1個目、徹底的な情報収集力、そして人に頼る力ですね。2個目、傾斜配点で最も点数配分が高いと言われる数学の対策が完璧だったこと。そして3つ目、これすごいユニークというか僕が尊敬しているところですね。少ない参考書をより深くより徹底的に進め勉強していた。この3つがすごい特徴かなっていうふうに思います。で、ゆうや講師こちらについてなんですけれども、こういうふうにおっしゃってました。こう正しい情報を、大学編入は高専からの編入はこう情報戦ですと。だから正しい情報を得ましょうと。で、対策する内容を決めたらそれを徹底的に学習していきましょう。いろんなこう参考書を手に取るんじゃなくって、何回も何回も同じ問題を解くことで本質がようやく見えてきますっていうふうに言っていました。ありがとうございます。まあ、川野くんもそして流星くんもゆうや講師もみんな言ってますね、情報戦ですよと、情報収集してください。これは本当にエッセンスなんでしょう。でこれもいくつかの動画で伝えましたね。人に頼る力めちゃくちゃ大事ですね。全部自分でできることがすごいことではないと、できないところは人に頼ることがすごいことだよというところですね。で僕ね一番思ったのが、あれもこれも教材使いたくなる現象ね、すごくわかります。これはね多分編入対策にも多分限らなくて、 TOEIC でもそうだし、あと各種資格試験とか普通の普段の勉強もそうですね。なんかねいろいろ参考書持ってたらね、なんか強くなった気がするんですよね。そうなので皆さん参考書ソムリエだけにならないように、しっかり職人気質に一冊をね愛し抜くことも大事なので、これ僕すごく大事なことだなって思いましたね。一冊だけ、この一冊に書かれてあることは完璧ですよって状態を作れると、まず第一関門突破かなって、いつも自分自身にも気をつけるように思ってますね。まさに今谷井さんがおっしゃった通り、こうより少ない参考書をより深く徹底的にっていうのが、このゆうや講師の編入体験記を見ていく中ですごく重要なキーワードなので、ここ皆さんちょっとポイントとして見ていただけたらっていうふうに思ってます。ということで、ここからは数学と英語についてお話できたらというふうに思っています。あ、ちなみになんですけれど、九州大学の、電気情報工学科の科目は数学、英語、そしてこちらの表ですね、電気回路と、あとは電磁気学または計算機工学、この4科目になっています。その中で今回の動画では数学と英語についてお話ができたらというふうに思っています。ということで数学の方に戻っていきましょう。はい、で数学なんですけれども、基礎から応用数学まで全部やる必要があるのが九州大学の特徴です。出題範囲としてはご覧の通り、微分方程式、フーリエ、ラプラス変換、行列、確率統計は恒例で、かつイレギュラーに複素関数とかベクトル解析が出る時もあるよというふうにおっしゃっています。まあ、要は一言で言うと、高専で習う数学は全部、習わない範囲まで全範囲、九州大学は
テストで貸してくるっていうのがポイントになってくるかなっていうふうに思います。でここで優也講師はすごく重要といいますか、内々な情報を教えてくれました。こちらの吹き出しなんですけれども、九州大学には確率統計の先生が多いです。だから確率と統計は詳しく勉強することをお勧めしますっていうふうにおっしゃってました。そうですね。でちょっと数学の教科書までもざっと言っちゃいましょうか。で数学で使った参考書なんですけれど、こちらのお見せしている3枚の参考書プラス過去問っていう、かなり少ない参考書で9大のこの難しい9大の問題に取り掛かってるんだなっていうふうに思いました。でこちらもうこの徹底研究っていうと、皆さん一番最初に取り組むよ、編入のこう問題を対策を始めるとき一番最初に解くような参考書ですよね。でもそれをもう何回も何回も何回も解くっていうことを、ようやく講師は心がけていたようです。こちらのね範囲についてなんですけど、応用数学をね大体2分割してね出たり出なかったりする範囲があるっていうのはちょっと負担ですねそれはすごく個人的には思いました。ですが恒例となっている範囲は確実に分かっているので、必ずこの4分野ですかね、微分方程式、フーリエ、ラプラス、行列、線形代数ですかね、確率統計は押さえておきたいですね。でプラスアルファやっぱりねこれね職人のゲットだとは思っちゃうんですよね。これちょっと参考書のところで思ったんですけど、多分同じ基礎問題を何回も解きました、複数の参考書は必要ないですっていう、そのすごく貴重な重要な一言に多分いろいろな気遣いとか配慮とかが隠されてると思うんですよ僕。でこういったことも違う機会で事細かにそういった項目とかを洗い出してお話聞きたいなっていうのは、客観的にお客さんの目線からして僕はちょっと思っちゃいましたね。それに関してちょっとコメントいただきたいですね。なるほどですね。この基礎問題を何回も解いたっていうところ、もっとこうその裏を知りたいっていうことでしょうか。そうですよね。多分おそらく彼はただただ何回も解いたわけではないと思うんですよね。おそらく、僕をはじめとする凡人から見たら、そこには裏に隠された配慮とか気遣いとか小手先のテクニックっていろいろ隠れてると思うんですよ。ただし彼にとっては当たり前だからわざわざ書いていないってだけ。そこの面って結構合格体験記とかで多いんですよね。よくありがちなんですよ。そう。でここの泥臭い部分を知りたいんだっていう声は結構ね少なくないと思うんですよね僕。なので、違った機会でそういったところを共有いただけるとめちゃくちゃ嬉しいですね。いやありがとうございます。そうですよね。何回も解くっていうのはこう毎回こうナンバーワンからナンバーサイドのところまで全部やるのかっていうわけじゃきっとないと思います。優也講師にどういうふうにこう何回も繰り返すのか、間違った時にどういうふうに処理をしてそれを頭の中にインプットしてるのかとか、ノートどういうふうに作ったのかとか、そういうところちょっと優也講師にまた聞いておこうかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね荒削りというか大体の概要を伝えるという動画で、また違った機会によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと僕からも1点で、こちら、今の先生、九州大学確率統計の先生が多いですっていう、この情報は、どうやら優也講師は、高専に所属している九大の出身の先生、九大研究者として所属されていた先生だとのことだと思うんですけれど、の、情報として得た情報のようです。ですね、かなりその九大の内部の情報で、これ、こういうところがこれまで久留米高専のような、そのやっぱり九大への編入数が多いような、学校では結構、伝統というか引き継がれてきたっていうところがあって、それは結構久留米高専の強みだったんじゃないかなっていうふうに思います。ですのでこういうちょっと個人的にはそれぞれの高専出身の編入体研究を取り扱う中で、もうなんかこれまで休憩体編入に強かった高専のその内側の情報っていうところも一緒に皆さんと一緒にこう暴くというか一緒に見ていったらいいなっていうふうに思いました。いやめちゃくちゃ貴重な機会ですね。本当何から何までありがとうございます。太っ腹ですね、ありがとうございます。はい、ということで、そうですね、最後今回のすいません、数学のもう一つ、もう一つスライドがありました、失礼しました。数学のこちらももう一つちょっと非公式情報で、確実とは言えない情報なんですけれど、すごく重要だと思うポイントをもう一個だけ共有させていただきますね。九州大学は数学のみ点数が満点が200点と言われているようです。で、英語、物理、科学、専門科学はそれぞれ100点の中、数学だけ200点なんじゃないかっていうのが、こう受験生の中で噂されていることのようです。で、私自身これまでのデータベースを見ても、やっぱり数学で5割を切ってしまったとか、6割切ってしまったとか、ちょっとミスしてしまった人は不合格の人がほとんどでした。ですので、九大はすごく数学が重要。出る範囲、一個一個の問題そこまで難しくないんですけれど、何せ広いので、しっかり対策、数学の対策は本当に真剣にことをお勧めしますっていうようなところも皆さんに強調しておきたいですね。なるほど、やっぱりこの簡単だからこそ落とせないって面が大きいかなって個人的にすごく思いましたね。はい、ありがとうございます。はい、ということで次、英語の個の対策を見ていけたらというふうに思ってます。はい、英語ですね、英語は予約をし文法をしっかり対策する、そしてアカデミックの単語まで抑えようっていうのがちょっと大きなポイントかなっていうふうに思いました。基本的な構成としてはこちら文章にある通り、長文の和訳が 2,3 本、そして英作文が10個程度っていうふうな、内容なんですけれども、内容が結構アカデミック、アカデミックって何かっていうと、専門的だったり科学的だったり、
何かしらこうちょっと論文チックなあの文章が出るっていうことがちょっと旧大の特徴のようです。で実際にこのゆうや講師が受験した時も数学について英語で書かれた文章を読まされたようです。まあ、結構難しいですよね。あの例えるとすごい TOEFL っていう試験に似てるのかなっていうふうには思います。はい、でそうですね、ちょっとこちらも参考書まで一気にいっちゃいましょう。使った参考書はこちらお見せしている3つの参考書ですね。まず一番左が文法書、こちらも学校で配られたもののようです。学校で配られたものをそのまま使いました。で真ん中のディスティンクションっていうのはそれこそアカデミックだったり科学的な、単語まで網羅している単語帳ですね。これをしっかりあの全ての言葉を覚えたようです。であとこれこれ英文読解っていうふうに書いてるんですが、こちら英文読解のためにこう対策をしていたようですね。で、ゆうや講師からの一番ポイントメッセージは、こう文法の単語帳を一冊ずつ選び、それぞれを完璧にしましょうと。そして、自分で文章を作り、その文法が正しいか、ちゃんと使えてるかとかをしっかり確認しようねっていうふうに言ってました。ありがとうございます。保護者さんだったり、低学年の方でちょっと戸惑ってる方がいらっしゃると思うので、ちょっと1点だけ。アカデミックっていうのは、まあ、科学的なとか研究分野的なって意味合いで大丈夫ですか？うん、そうですね。例えばですけれど、一般的なグリーン先生が誰々先生に挨拶しましたみたいな、そういう話ではなくって、例えばですけど、まあ、象っていうその動物についての動物がどういう生態なのかだったり、宇宙がどういうふうにできたのかだったりとか、ちょっとそういうあの研究チックな内容っていうのがアカデミックっていう意味になります。ありがとうございます。まあ、おっしゃる通りですね。そういった面があるんですね。なので先ほどおっしゃってた通り、まあ、そういった題材のものから、まあ、意図的にピックアップして練習したり、TOEFL の問題集などを使ったり、重要なことがたくさん分かりましたね。ありがとうございます。プラスアルファ教材についてですね、こちら、まあ、大枠を見ると基礎を固めた後に応用教材を使うという流れだと思うんですけど、実はちょうど今本当にたまたまあの手元にこれこれの教材があったんですね。これね、僕の授業でも本当にこの教材有名でいい本だと言われてて、そう、僕も授業でもう100週ぐらいしてますね。そう、これね、あのちょっとワンポイント、こちら使う方いらっしゃると思います。西京次先生ご本人がチャンネルを開設して YouTube で全て解説してくれてます。これ情報としてかなり重要だと思います。そう、これね本当に難しいんですよ。最初中級者から、まあ、初心者から中級者に登る時の登竜門みたいな感じの教材だと思うんですけど、そう、意外とねもう最初からかっ飛ばすんですよね。統治となんか他の文法とそのまた違う文法がこの一文に詰め込んでるよみたいな、そう、例文がたくさんあるので、こちらをねやっぱり今紹介した西京次先生のあのチャンネルとかを使うといいのかなというふうに思いました。他にもですね、学習者の方があのブログとかを解説してあの構文解析とかしてくださってると思うので、まあ、初心者にとってはちょっと不親切な解説になってるかなっていうのがこの本書なので、ぜひともそういったものを利用して効率的に勉強していってください。いや、ありがとうございます。ポレポレは僕も初めて使った時、なんでこの難しい問題ってすごい戸惑ったの覚えてます。そう、めっちゃ共感できる。いや、そうですね。だからこういうまさか YouTube を西京次先生が公開されてるなんて全然知らなかったんで、もしこれから英文読解とか、これ読解だけじゃなくてきっとこうライティングとかにも生きてきますよね、おそらく。あ、そうですね、本当にその通りで、もう僕自身こういった情報いくつかね、何十個か、ね、持ってるから、もし高学年の方でもね、なんか暇があったら TwitterDM とか僕に送ってきてください。何かわかるかもしれません。ぜひぜひ。ね、いや、ありがとうございます。僕からは以上です。はい、ありがとうございます。ということで、今回はそうですね、まず前半となりました。今回は、後半はちょっとこう、電気系だったり、電磁気っていうちょっと専門的なところっていうところが扱えたらっていうふうに思うんですけど、まあ、今回ちょっと総括として、数学と英語、そして九州大学の全般の対応の話っていうところで、まあ、なぜ、ゆうや講師がこう、九大に合格できたのか、3つのポイントをもう一回振り返っていきましょうね。まず、徹底的な情報収集力、人に頼る力、まさかの九州大学の内部の情報まで、ゆうや講師がこう、得ていたっていうところはすごく大きいでしょう。数学が傾斜配置にすごく重要になってきます。そこでゆうや講師は、あの、3つぐらいの教科書、参考書を本当に徹底的にやられたっていうところで、そのどういう風に徹底的にやったのかとか、またちょっと僕も聞いておこうという風に思ってます。はい、3つ目、少ない参考書をより深く徹底的に対策すること、これすごい重要なんだなって、僕もちょっと自分の生き方にすごいあの今影響を受けています。はい、ということで、こちら、最後総括できたと思うんですけど、谷先輩コメントいただけますでしょうか。ありがとうございます。これまでね、何本かもう50本60本編入に関する動画をアップロードさせていただいてますが、結構共通してあの関連することがいくつかポイントとして皆さんの中でも気づき始めていると思います。そこが一番重要なところです。ぜひともメモとかを取って壁とかに貼り付けておきましょう。僕もね、これよく出てくるなとか気にしてますよくね。なので皆さん、僕らと一緒にね、どんどん対策していって合格をつかみ取りましょう。僕からは以上です。いや、確かにそうですね。僕からも最後1点で、本当に人によってそれぞれの勉強の方法があります。
ですので、まずこういう風に動画を共有された時に、ぜひそれ自分でやって、ご自身でやってみてください。で、それで、やっぱこう不向きだなって思ったら全然やめてもらっていいです。で、また次の手法を試すっていうことが重要かなっていう風に思ってます。一方で、こういろんな体験記を見る中で、こう何かやっぱりこう、まあ、谷さんがおっしゃったように、こう共通点になるところっていうのは、ぜひちょっとそこをちょっともっともっと深めてというか、共通点になるところは自分に取り入れないかなっていう風にちょっと考えてほしいなと思うんで、ぜひちょっとコメント欄にも結構ありましたよね。こう、メモを取ってますみたいな、あの、コメントもありましたよね。嬉しい。はい。はい。ですので皆さんもぜひちょっとメモを取ってみて、自分に当てれるかどうかってところを、まあ、トライしてみてください。ということで、次回予告、来週の予告ですね、九州大学のこちら専門科目の対策法、そして勉強スケジュールというところを、お話しして、ようやく講師の研入体験記についての、トピックを一旦終わりにしたいというふうに思っています。来週もお楽しみにしておいてください。はい。ということで、高専テクノゼミの最後、お話しさせていただきます。高専テクノゼミは、今回お話しさせていただいた、ゆうや講師だったり、この前の東北大学の大吾講師、そして、九州大学に推薦入学した、流星講師、などといった、もうそれぞれの大学のエキスパート、高専のエキスパートが指導しております。もし、編入だったり、留年だったり、そんなことでお悩みであれば、お気軽にご連絡いただけますと幸いです。ということで、谷さんにお返しいたします。まあ、おそらくね、入塾してから授業とか受けると思うんですけど、まあ、実はね、あの動画、さらに深掘って話すとね、とか、そんな話もね、授業中にできると思うので、より充実したサポートが可能かなと、個人的には思っています。宣伝ありがとうございました。それでは、今回は、九大の一般入試ですね、先週アップロードさせていただいた動画とちょっと対照的で、一般入試に関しての体験記前編ということで、科目を絞ってお伝えさせていただきました。川野くん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、こちらの動画は2段階、こちらの画面の2段階でお届けさせていただきました。ということで、今回は画面の表題でお送りいたしました。それでは動画の方を締めさせていただきます。あなたの選択肢に高専を。それではこちらの宣伝させていただきます。教材のご紹介ですね。高専の数学テキストの教科書ガイドということで、こちらの青い教科書と青い問題集、新しくね、版が変わってしまったので問題の種類が変わってしまいました。で、こちらに関して全ての問題ですね、余すことなく詳しく解説しています。 PDF ファイルでですね、全てご用意していて、皆様にお届けする形になっております。こちらの、オレンジと緑ですね、そう、こちらの微分積分とね、線形代数の方も4月からですね、こちらの1個先の改訂版の版になってますね。こちらも問題の値とかね、ちょっと種類が変わってしまったので、既存のボランティア教材が使えなくなってしまいました。で、こちらで略解しか載ってないとなかなか勉強できないという在校生の方向けに強力なサポートができる教材になっております。やっぱりこの課題が出た時とかテスト前とかに活躍するかなって思いますね。川野くんとかもやっぱり既存のボランティア教材とか使ってて、ちょっとこれわかんないかなとか、ちょっとこの B 問題、あれこれどうやったっけって思った時に、ちょっとなんか略解だけじゃ困った経験ありますかね、やっぱり。めちゃめちゃそれしかないですね。それしかないんかい、嘘でしょ。いや、僕と最初から 100% 理解できてるタイプ、その天才タイプじゃなくて、結構努力でその時間をかけて勉強するタイプの人間だったんで、それこそワークとか教科書っていうのはめちゃめちゃ時間をかけてやりました。で、分かんなかったところはそれこそボランティアであげてくださってたところがあったんで、それをめちゃめちゃもう血眼になって見てましたので、最近それ改訂が変わったっていうのはすごいかわいそうだなっていうふうに思ってたんで、すごいこれは助かるんじゃないかなと思ってます。あ、やっぱりですね、スポーツも勉強もお手本あってのことだと思います。やっぱり模倣模倣、まねっこまねっこ、模倣まねっこの連続で、皆さんの学力、数学力、物理の力っていうのはどん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 上がっていくと思うので、まずはそう、高専関係者が全てね揃っていて、その人たちが書いたこの教材でですね、お手本をまずまねっこして、皆さんのユニークさを混ぜていって、どんどん学力をね切磋琢磨していければなと思っています。それではちょっと次のお知らせです。こちらは先取り学習差別化計画パックという教材になっています。こちらはですね、4月から新入生向けの講座で、3月31日まで、あともう少し締め切りなので、気をつけてください。そう、あとね、そうです、やばいです、1週間ぐらいなので、まあこれいいところが、まあ、ずっと見れるってところなんですね。土日とかですね使ったり、夏休みとかもね、あ、ちょっと後期の内容全部やっちゃおうかなってなった時、今からでも全然遅くないですので、ぜひともお買い求めください。数学、物理、英語、プログラミング、科学、物理というふうに、まあ、ほとんど主要科目揃ってますから、しかも格安ということで、おすすめです。高専のカリキュラムにのっとってますからね、皆さんのための教材です。それではお次です。来年度向けのね、高専受験生の、まあその受験シーズンというか、まだまだかなって思うんですけど、もうですね、日程とかも決まって話が進んでいます。なので、まあ、やっぱりいろんな動画がある中で、私どれ見ればいいのかしらってなっちゃうと思うので、まあ800本、900本のうち、あなたが見るべき、4月、5月に見るべきはこの動画ですよというふうに、まあ、配信したり、僕がテキストでちょっと簡単な文章ですがね、お知らせでできたらなと思ってますので、こちらの高専に行きたい、令和5年度受験生向けということで、Eメールマガジン登録進んでおります。コメント欄だったり、概要欄でお申し込み
受付中でございますのでよろしくお願いいたします。それではお次ですね、こちらの先ほど紹介があった教科書ガイドの、映像講座バージョンの春季講習ですね、こちらも3月31日までの締め切りとなっておりますのでご注意ください。それぞれ1講座ずつ5000円でダブル受講でですね、ちょっと2スライド先の話なんですけど、ちょっと見ていきましょう。1万円分受講すると無料で8000円分の教科書ガイドをゲットすることができます。なのでこちらね、ぜひぜひご利用していただきたいですね。でちょっと一つ前戻っていただいて、まず最初に概要をつかむ、全体を見渡して今自分が何を勉強しているのかということを確認できるように、まず聞くエクストリーム授業、それぞれ1単元ずつ、1、2時間ずつ設けてご用意しております。その後にそれぞれの単元別、領域別の、細かな授業というのをご用意しております。そのような、ね、形の講座になってます。でちょっと違った目線から次の話で、先取り学習の、ね、ちょっと一瞬だけ紹介させていただきます。こんな感じの目次というかメニューになってるんですね。例えば英語はもう5年分全部の英文法を勉強できます。で例えばこちらの数学だったら1年生で勉強する基礎数学、全ての範囲を網羅しています。かなりおすすめですね。でプラスアルファ、構成によってムラがあるんですけど、その AI とかでよく使う統計学の基礎、例えばデータ解析ですね、こちらの、ね、教科書基礎数学の範囲に入ってないんですけど、例えば分散とか、共分散とか相関係数とか、これね実は AI をね、今最近流行ってますよね、 AI 分野、これちょっと研究分野にしようかなと思ってる方、そう、3、4年生で統計学をね学んでいるようじゃちょっと遅いかなと思うんですよね。なるべく早めに1年生2年生のうちからデータに関する基礎分野、統計学の助走期間として、こちらのデータ分析特典追加コンテンツとしてお付き合いしております。ぜひとも AI に関係する研究したいなとか興味がある方は、こちらのデータ解析の追加コンテンツもぜひとも無料でお付けしてますのでご覧ください。はい、ということで、こんな感じで300人以上受講中、かつレビューもたくさんいただいております。こちらの先取り学習差別化計画パック、あと1週間ですので、お忘れなくよろしくお願いします。はい、ということで、最後にね、もう一回ちょっと見ていただきたいんですけど、こちらですね、実際にこの内容をちょっと見てもらいたいですね。こんな感じでカラフルにですね、でかつ、実際に手書きで、職人気質でね、細かいところもコラムも載せながら皆さんと一緒に勉強できるようにテキスト書いておりますので、こちらかなりおすすめな教材になってます。ぜひともこちらですね、格安で、巷のね、なんか教科書ガイドって1冊4000円とか3000円しますけど、それの半分ぐらいで皆さんにお届けできるかなと思ってますので、よろしくお願いします。で最後にちょっとね、ざっと見ていきましょう。こちらの英文法長文プラチナトレーニング4高先生春季講習14日完成ということで、こちらの講座もぜひぜひこちらお申し込みお待ちしてます。やっぱりですね、高先生一番ね、トーイックネックになってるんじゃないでしょうか。やっぱり一般科目のサポートっていうのは手厚いとは言えないんですね、実際の現場を見てみると。でちょっと次見ていきたいんですけど、デイ1からデイ14スまでやっぱりこの一個一個ね、単元をさらっていくという形なんですけど、これはですね、先取り学習で大体基礎ができている前提で進んでいますので、結構込み入った話とか、ちょっと重箱の隅をつつくような文法事項の講義になっています。で次ですね、長文特訓次第と書いてるんですけど、やっぱり文法だけの勉強しているようじゃやっぱり実力は上がらないので、こちらの長文特訓、どこが主語でどこが動詞で、前からどうやってスラスラ読むのかというところをデモンストレーションしている動画になっています。こちらも文法事項の授業と合わせてご活用できるように無料でお付けしていますのでご活用ください。でプラスアルファ、先取り学習を取ってないけどこちらの講座で頑張りたいという方応援キャンペーンで、こちらの先取り学習の英語の部分だけ、お裾分けということで、こちら特典で付け加えております。ぜひともご活用ください。はい、ということでこちらですね、なるべく暗記させない、きちんと説明するということで、覚え方、理解の仕方、これらを英文法で逃げずに解説しているこちらのプラチナトレーニング、ぜひともご利用ください。なかなかとすいません、僕もね、口が疲れますね。ということで最後、そう、なんか毎回思うんですけど、なんかもう落語家みたいになっちゃってますよね。なんか落語家の人は、ありがとうございます。本当落語家の人はこれを一人でね、公演でやるって思ってるんで、そのプロとしてすごいなって思いますね。はい。PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.